はい、ルルカです。今回はね、ドコモのアハモの発表以来、まあ、携帯業界にね、新しい動きがあるんじゃないのっていうことで、まあ、ワクワクしてる方も多くいるんじゃないかなと思うんですけれど、まあ、その中で、やっと AU さんが新料金プランに関してのね、お話を出してきましたので、その辺と、まあ、その前にね、 起きたこの炎上についてますまず、炎上に関してのお話からしていきたいんですけど、ルルカチャンネルではライブの方でね、その辺に関してお話しさせていただいています。このね、au の発表会自体もね、生放送で皆さんとね、見させていただいたんですけれど、動画のにしようかなとも思っていたんだけど、まあ、なかなかね、動画にするタイミングがなくて、結構ね、時間の方が経ってしまったんですけれど、改めてね、今回炎上した au さんのお話をちょっとしていこうと思うんですけれど、まあ、ね、au さん、新料金プラのを発表しました。 ま、ただしね、新しく発表したプランっていうのが、残念ながらね、ドコモのアハも、 こちらがね、発表される前に計画されていたもののようです。こちらに関してはね、ライブ中にもお話しさせていただいて、アハマの前にね、決まってたことなんだろうな、アマゾンとかね、でかいとことを組むので、まあ、これに関してのね、発表、やらざるを得なかったんだろうな、みたいな話をさせていただいていて、ライブ中もね、結果的に言えばね、今まで通りの au の発表会をすることによって、めでたく大援助ってことになりました。まあ、これに関してね、まあ、面白おかしく言いたい方も多かったようで、めちゃくちゃ大援助したんですけれど、まあ、ルルカはね、ライブ中にも何度もね、お話しさせていただいたんですけど、まあ、正直ね、au さんの発表、先ほど も言った通り今まで通りでした。はい。今まで通り。ちゃんとね、まあ、au の料金プランだったりとか、各キャリアの料金プランを見ている方だったら、お気づきだと思うんですけど、今回ね、発表された料金っていうのが3,760円。まあ、一見するとね、すごい安い金額になっているんですけれど、はい。適用条件がいっぱいあって、家族割りプラスで最大2,020円引き、あとは a スマートバリュー1000円引き、スマホ応援割り3、1,400円引き、5G スタート割り1000円引きなどね、まあ、いろんな割引が効くことによって、 まあ最終的にはね、こちらの3760円になるということで、もうこれ詐欺だよとかも許せねえよみたいなことで、まあ今回ね、ドコモのアハモっていうものが出た後だったので、まあすごい注目が集まっていてね、こちらに関してね、もうふざけんなよと,とで大援助したわけなんですけれど、まあ前々からね、こういう料金プランをかけてる人だったら、えってなると思います。はい。 今まで通りですよね。今までもずっとこんな感じで au さんやってきていました。こう言い方をすると au さんだけがやらかしているように見えるんですけれど、まあ、実はね、他社のね、料金にも興味がある方だったらわかると思うんですけど、例えばソフトバンクさんのメリハリプラン。こちらを見るとね、まあ、3480円とか4480円で利用できるのかなって思うんですけど、こちらに関しても打ち分けまあ、かなりイグいことになってますよね。もともとは実際8480円になっています。こちらに関しても、ま、電話代のオプションもない状態で、なおかつ半年だけ1000円引き。 5G1 年お得割で1000円引き。おうち光割。まあ、光とのセットで1000円引き。家族割で2000円引き。ということで、モリのね、割引が効くことによって、まあ、最終的にはね、3 0 8 0円になるということで、どうでしょうかはい。まあ、au さんとほぼ変わんないですよね。まあ、割引内容とか多少の差はあるのかもしれないんですけど、ほとんど変わらないです。au だけじゃなくてソフトバンクもこういう感じでやっています。今回ね、時代を動かしたドコモのアハも、 ま、これを提供しているね、まあ、ドコモですよね。ドコモに関しても、これからちょっとね、変更の方が入るかもしれませんが、現時点で契約する場合に関しては、こちらに関しても4 4 8 0円というにね、記載はされているんですけど、こちらもね、3回線以上、D カード支払い、ドコモの光セット、ま、さらにね、6ヶ月間限定、割引が効いたね、まあ、実際とは異なる数字。 こちらに関しても実際は7650円かかるということで、まあ、実際ね7650円と3000円台って全然違う値段になっていますので、注目がね、集まっていたために au 大炎上しているんですけれど、アハモを発表したドコモに関しても、まだ現時点では移行されていない、旧プランに関しては似たような感じで、ドコモに関しても現状やっています。ちょっとね、携帯料金に詳しい方であれば、なんで今回ね、au がこんなに叩かれてるのか、もう不思議で仕方ないかなっていう感じになってると思います。注目されること自体はね、非常にいいことだと思います。今までだと、知らん顔でね、au が料金発表します。新 プランに関してはなんと円ですすすみたいいいなななねねまああ一応注意書き書きてあるんんでででけど発表会のの時はそんなの見ないですよ、ね、でっかく三の3760円とかっていう数字がバーンって出てきて、うちの新料金プラン超お得ですよ、みたいなことをやっていて、まあ、知らない人はね、契約しに行って、いやなんかおかしいかもしれないけどでも3760円で買えただたからな、みたいな感じで契約すると、実際ね、払う金額ってはめちゃくちゃ高いみたいな、詳細は確認してなかったみたいな。まあ、一応ね、au さん、今回の発表会の後の質疑応答でね、この辺に関して買える気はあるのかっていうのを聞かれたところ ところね au の社長さんからは、まあ、変える気がないっていうねまさかの回答があったので えっとはなりましたけど、まあ、確かにこのインパクトを見せたいのであれば、これでやるしかないよね。ここが9000いくらとかになったらすっげー高いから。今回の発表会で唯一許せない点としたらそこかなと思いますよね。少なくてもこの感じに関してはね、今後変更する可能性がありますとか言えばよかったんですけど、まあ、変える気はないみたいなことを言っちゃったんで、ま、さすがにね、この見せかけの数字、今までね、注目度が低い時であれば、まあ、見せかけでいけたんですけど、今回みたく注目されていて、ただでさえちょっと炎上するんじゃないかなっていう時に、火に油を注ぐというね、ことをしてしまった で個人的には今回の発表会、その点だけね。ちょっと au さんやらかしたのかな？みたいなまあ、もしくは発表会の前にね。アハモが出る前に決めていたことなんでっていうね。1文があればね。今回助かったんじゃないかなと思うんですけど、リスクマネジメントがね。うまくできていなかったんですかね。はいということでね。まあ、ルルカからすると、今回の au の発表会は大してね。今までと変わらない内容だったわけなんですけれど、まあ、注目が集まってくれたことによってね。今後こういうね。騙しプランっていうのがしにくい状況になった点、まあ、この辺はかなりでかいと思います。ドコモさんがアハモを出してきたことに。よって で、注目度が上がって、今までオッケーだったものですね。ま3。キャリアがやっても許されていたこと知ってしまうとおいってなるんだけど、知らないとそのまま取っちゃうやつ。 っていうのが注目されて気づかれたことによって、今後ね、診療金プラン、これに関してはもともとね、アハモが発表前から出ていたものなので、もともとのね、考え方、利用してる人を騙せるよなっていう考えで作られたものだったんですけど、これが大炎上したことによって、ここから先ね、ソフトバンクさんもまだ出していないし、先ほど出したように、ドコモに関しても今まで騙すようなプラン出してます。っていうのに関して、通じないってことが判明しましたよね。 なので、こっから先、新料金プラン、どこもソフトバンク、AU 出してくると思うんですけど、まあ、そこにね、非常に注目かなと思います。今まで通りのこと、もう一回ね、やらかした時には、 大変なことになりますよね。まあ、そして、この流れなんですけれど、au に関しては、まあ、こちらね、先ほども言ったように、まあ、ルルカね、ライブ中には予測としてね、ま、もともと決まったものだから、これは新料金プランじゃなくて、まあ、次に期待だよって話をさせてもらったんですけど、まあ、ついにね、au さんが新料金プランのね、発表タイミングっていうのを発表しました。発表タイミングを発表。1月ぐらいにね、新プランを発表するそうです。 ま、今が12月、で1月、でアハモが3月からということで、ま、間を見ているのか、タイミングがわかんないんですけれど、ま、とりあえずね、1月ぐらいには出すということで、ま、今回ね、炎上した AU さん、ま、さすがにね、同じようなことをね、するとは思えないんですけれど、ただね、ま、ドコモとかに関しても、プレミアムの部分に関しての料金発表がありませんので、ま、AU に関してはもともとね、安い料金プランに関しては UQ というものが存在しますし、その下のね、なんかデジタル系のもう一個新しいブランドを作るって話も出ていますので、こういうことでね、料金プランが出てくるのかっていうのはわからないんですけれど、 まずね。au 関係まあ、au UQ、まあ、あと新しく出るかもしれない。デジタルブランド合わせて間違いなくね。アハモクラスのものは出てくると思いますので、今後のね。携帯業界に期待かなと思います。またね。まだソフトバンクに関しては先ほども言った通り、au 同様のね。料金プランをやってるんで相当騙しのプランだと思うんですけれど、毎回ね。こういうものが出てくるのまあ、au のことで今回炎上したわけなんですけど、一番最初に始めてるのでどっかって考えると個人的にはソフトバンクかなと思ってるんですよ。アハモが出てきた中でね。ソフトバンク系列がどんな料金プランを出してくるのか非常に注目。 じゃなないいかなと思いますそして、もちろん、ルルカに関しては、今回ね、アハモから始まったと言っているんですけれど、まあ、アハモから始まったね、新時代の流れというのは、もちろん、 本当ね、もちろんね、一番最初をたどれば、楽天モバイルが始めたものになっていると、ルルカは思っています。楽天モバイルに関してもね、いろんな人がね、オワコンだ、オワコンだって言ってるんですけど、まあ、ルルカは楽天モバイルは全然終わっていないと思いますので、まあ、現状はね、概要欄下の方にも貼っとくんですけど、楽天モバイルに関してはね、1年間無料だったりとか、現在、ルルカが押している、モバイルルータまでタダで配っちゃうみたいな、まる、あ、まる Wi-Fi 潰しってね、ルルカは言っているんですけれど、ここ最近ね、無制限が利用することができなくなった Wi-Fi 系を駆逐するんじゃないかなって勢いの、1年間無料で利用することができ 来て端末0円さらにねポイント5000ポイントまで漏れちゃうそんなキャンペーンとかもね開催していますので今後も楽天モバイルに関してもいろいろ動画上げていくのでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました